ヨーク大学、カナダで3番目に学生数が多い大学である。大学の公式ロゴにはカナダの公用語でもある。フランス語でニーベルシュテヨークとも表記されている。高等教育機関のキャンパスの中ではカナダで一番広いキールキャンパスと英語とフランス語の両言語での教育に力を入れている。リベラルアーツが主のグレンドンキャンパスからなり、双方のキャンパスを含めて ほぼ5万人の学生が集う。大学院は、オンタリオ州では、トロント大学に次いで2番目に、学生数が多く、様々な分野の科目を専攻することができ、24の研究機関がこの大学に本拠地を置いている。中でも特に有名なのが、ロースクール、オスグッドホールロースクールと、ビジネススクール、シュリックスクールオブビジネスであり、 これらは国内のみならず世界中からも高く評価されている。また、155を超える国からの留学生が集うインターナショナルな大学としても知られており、毎年2月にマルチカルチュラルウィーク、多文化週間等の多文化を称賛する大きなイベントを模様している。ヨーク大学は日本からの交換留学生を受け付けており、提携校には一橋大学、慶応義塾大学、 早稲田大学、名古屋大学、明治大学、独協大学、青山学院大学がある。また、法政大学とは、学部独自の派遣留学制度である、スタディアブロードプログム SA を締結している。ヨーク大学は、1959年3月26日に、オンタリオ衆議会にて、王室からの承諾を得た、ヨーク条例によって建設された。カナダは、 イギリス連邦王国家にある立憲君主制国家である。大学初の授業は1960年にトロント大学キャンパス内にあるファルコナーホールにて総勢76名の生徒と共に行われた。1961年の秋にはよくはグレンドンキャンパスへと移り、リベラルアーツとパートタイム制と呼ばれる一種の定時制の社会人教育に力を強調していく形となった。 今日でも大学にて様々な方面で名誉とされているマーレーロス、マーイロスがヨーク大学初代の総長であった。マーレーロスが新しくヨーク大学の総長への任命の誘いを受けた時は彼はまだトロント大学の副総長を務めていた。当時はロスの力強い大学の展望がヨーク大学とトロント大学を全く別個施設と導くまでヨーク大学は トロント大学の管轄と同等の一キャンパスと、みなされていた。マーレー・ロスチョ、ザ・ウエイ・マスト・ビート・ライド、メムアーズ・オブ・エイ・ユニバーシティマン、医薬、試されければいけない道、大学の男改装録より1992年。1965年には、ヨークはその本拠地を、キールキャンパスへと移した。トロント市の北端に位置するそのキャンパスは、 比較的産業地区だったその地域の中では若干孤立した建物であった。今でも石油倉庫施設が大学の道を挟んだ向かい側にそびえている。大学のいくつかの初期建築物はトロントの寒い気候には不適切なその広すぎる建物間の空間やデザインなどのせいで多くの人たちから不評を買っていたが、ここ20年ほどでは小さなショッピングモールであるヨークレーンや ホッケーアリーナをはじめ、スチューデントセンター、芸術学部棟、コンピューターサイエンス棟やビジネス経営学部棟など、キャンパスは新しい建築物で埋め尽くされるようになってきている。また同じくキャンパス内に2004年に建てられたテニススタジアムであるレクソールセンター、ザ・レクソールセンターは、ロジャースカップの会場となっている。トロント市時代のさらなる拡大により、ヨークは今では、 グレーター・トロントエリア、GTA 内では比較的中心地に位置するようになった。キャンパスは、ノースヨークに位置するメインのキールキャンパスと、トロントに位置するグレンドンキャンパスとがある。学生たちは取る科目によっては、この2つのキャンパスを行き来しなければならないこともあり、無料のシャトルバスでキャンパス間を移動できる、要交通機関が十分に設備されている。これらのキャンパスの他に、 大学内では多少別機関として扱われているオズグッドホールロースクールとシューリックビジネススクールがあり、これら二つの機関はトロントのダウンタウンにいる施設で教科を教えている。本校はトロント大学と同様イギリスのカレッジ制度、学寮制を採用している。全部で9つのカレッジが大学内に存在しており、そのほとんどがキールキャンパスに属している。 各カレッジには学生寮も併設しており、トロント市外からの学生やカナダ国外からの留学生などの多くが生活している。また、各学生は寮生でなくとも各カレッジに所属しなければならない決まりになっている。カナダで一番広いとされる、このキャンパスには大学のほとんどの学部とグレンドンカレッジを除く全カレッジのほか、オズグッドホールロースクール。 チューリックビジネススクールが本拠地にして構えている。ヨーク大学とは別の学校として、セネカ専門学校、セネカカレッジのキャンパスも敷地内に存在しており、セネカとヨークとの間で提携された特定の教科を学生たちに提供されている。全5つのうちの4つの図書館施設もこのキャンパスに集中しており、ほとんどの学術機関はここにあると言っていい。 学術機関の他に、無料カウンセリングセンターを含む学生サービス施設、映画劇場、トレーニングジム、各カレッジの地下などに設置されていることの多いパブや、ヨークレーン、ヨークレインズと呼ばれる小さなショッピングモールなども設置されており、学生の勉強面以外での生活を全面的にサポートしている。また、カナダの有名なコーヒーショップ、ティム・ホートンズの支店は、 このキャンパス内に三つも存在する。学生寮の他に、ヨーク大学が運営するアパートも何棟かこのキャンパスにあり、学生や教授、大学で働く人々がこのキャンパス敷地内で生活していることになる。また、このキャンパスには、カナダガンが多く生息、繁殖し、夏場にはよく群れで草を蒸している姿や、集団で道路を渡る姿などを見かけることができる。 ドンリバー流域近くに建てられたこのキャンパスは生い茂る緑と歴史を感じさせるヨーロッパ風の中庭が印象的なリベラルアーツカレッジであるこのキャンパス周辺はトロントで一番高価な家が並んでいるという噂されるエリアでもあるこのキャンパスの特色はフランス語と英語でのバイリンガル教育に力を入れていることでこのカレッジに所属する学生は 必須教科としてフランス語を習得せねばならならいことになっている。このキャンパスに主に集う生徒の数は2400人、クラスの平均人数も20人と、キールキャンパスに比べると随分小規模ではあるが、その分、コミュニティ内のメンバーをお互いよく知ることが出るシステムになっている。マーレー・ロスチョ、ロス、マーレー、1992、ザ・ウェイマストビートライド、メムワーズオブ。 A u ユ i v e r s i t y 医薬試されなければいけない道大学の男階層録と論とストダートップブリシンカンパニー楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。